初対面。初対面です。あ、そうです、そうです。さっき会ったのか。さっき始めました。待って、ハローぐらいしか会えないです。同じです、同じです。ハローしか。北野選手はあるんですけど、全くの会話自体は。そうそう、全く初めてですよ、ね。すごいできるんですよ、ね。いや、そうですね。でもなんかニューヨーク着いた時に、もう外国人しかいないみたいな。いや、なんかすごい、めっちゃ、でも怖さよりやっぱワクワクがすごいです。そうですね、もう見た瞬間、これ俺めっちゃ合ってるなと思って、ほんでもうその内容見た瞬間にすぐ応募させてもらって、キャノンウェイカリーレー、やはりルミナさん、この田上の打撃ですよね。おーっと、クラウター、あの当て感が半端じゃないんですよ。おー、クラウター、クラウター、やっぱこうやって外国人の選手とか本場の国っていうんですかね、どこまで自分の打撃が通用するのか、 MMA が通用するのかっていうのはやっぱ試してみたいっていうのも一つあったんで、やっぱそこに関しては来てみたいっていう気持ちは強かったですね。ルーハスポーツジムは結構ストライカーメインで、やっぱ会長さんもやっぱもっと K-1 ファイターっていうのもあるんで、こうテイクダウンディフェンスとか、こう自分たちストライカーがこうのこう優勢にこう戦えるような試合運びとか多分分かってると思うんで、そういうなんか技術とかを盗んでいったり、あとやっぱ結構考えてるのが、その今の自分がどのぐらい通用するのかっていうのを、やっぱこう打撃だったらこうどのぐらいできるのかとか、寝技だったらこんぐらいとかいうのをやっぱ確認して、それで日本に持ち帰って、でやっぱ試合で見せて、あ、やっぱ一世こうアメリカに生かしよかったなって思わせるようなやっぱ試合とかをしたいですね。何ですか、すげえ、うわ、アメリカ、アメリカですね、アメリカ、私したらさ、それで、そう、だから全部普通に使えるから、あ、いや、まあ、けど、火だけ気をつけてね。あ、はい、うん、もちろん、寝るときに。これはなんだ、これは、まあ、バスルームだけど、すげえ、タオルも使えるから、タオル使えるから、バスルーム、うわ、うわ、すごい、すごい、贅沢ですよ、ほんと。エアコンいらないんだね。 My name, 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 my name,
7時からキックのクラスやるから本日は出ます。いやいや、they like to come and join us. Oh, sure. Yeah, I'll show you guys. The locker room is very good. That we stuck on. And there'll probably be. いやもう最高です。もうちょっとこれ見ちゃうともう疲れとか吹っ飛んで、もうすぐやりたいと思っちゃいました。一般会員さんのクラスとかも入らせてもらっても、一番思ったのはジェスチャーが多いっていうか、分かりやすいなというのは感じましたね。とかもあるし、あとやっぱまあ教え方とかも上手やなというの、分かりやすいなというのも感じましたね。キックボクシングのクラスとかでも MMA に使える技とか、こうなったら MMA やからこそできるこの技とか、そういうのをいろいろ教えてもらえてたんで、やっぱそこは日本とちゃうし、やっぱそれを日本で使えるなというのは思いましたね。すごいいいなと思いましたね。なんか細かく的確に教えてくれるんで、うわすごい、なんかもう1日目からしてすごい学ばさせてもらったっていう感じがしました。Oh, is the Kush worked with him last night? Yes. And here is Issei. Issei. Hi. They're both 115 straw weight. Oh, cool, male, cool. Yeah. And move your head, move your feet, because if they stay stationary, ずっとこう動かないと捕まっちゃう。Yes. I give a perspective because I was a kickboxer who transitioned into MMA, so I can teach a method that's going to make sense to them so that they can have a shorter transition period, because I think that's the most important thing. Understand what their strengths are, use them, work around some of their weaknesses, and then develop some of their other skills. But I should. But I went to train in Japan as well, in K1 times. I went to Thailand. Mm-hmm. And I think these experiences make you a better man, a better martial artist. It's good to change it up. And you learn a lot from going to a new place and eating different, training different. Yes, very good. You know, we all speak fighting, though. Mm-hmm. If you watched today, it was our first day training, and we're moving. I speak fighting. Mm-hmm. I've trained all over the world with a lot of people who don't speak English, and I don't speak their language, but we speak fighting. Yes! Good, yeah, of course. On Monday. Yeah, we got it. Yeah, well, fun. Thank you. And the nice thing, I have a lot of little guys. Yeah, that's what I thought, too. Yeah, I do. I have to go back. I'll come back. It was nice meeting you, man. Thank you. You as well, brother. Good stuff today. We'll see you guys around. どうですか、楽しかったですか？楽しいです。細かく教えてもらえるんで、めっちゃいいですね。だからあんな一瞬ですごい学べました。あんなで たったの30分ぐらいですよね。うん、であんなにもう的確に教えてもらって。あれを続けていけば強くなると思う。あ、いや、本当に思います。だってもうちょっと聞いただけで強くなった気がします。
いでやってるよ。すげえ、ね、こんなところで締めたいですね。ね、日本ないんちゃうんですか、こんなね、音楽団団で。その体の強さはすごい感じたんですけど、やっぱ打撃は全然通用するなっていう部分はあって、スピードとかやっぱ反応とかはこっちの方がやっぱこう俊敏に動けるというか、あっちはやっぱ体重あってパワーある分ちょっと遅いというか反応しやすいなっていうのはありましたね。結構ガチガチです。やっぱ会員さんとかの方がガチガチくるんで、こっちもガッて軽くやってもみんな強いんで、まあでも刺激を受けてます。いい。結構きつかったですけど、いろんな人といっぱいできたんで、すごい良かったです。あとガンガンもらってもガンガン来てくれる人いっぱいいたんで、でもそういうの MMA のもあるんで、こうさばいてさばいて当ててっていうのを練習できて良かったです。やっぱ重いしでかいしごついっていうのは感じましたね。でプロ練に入ってたプロやと思って一緒に練習してた人も実はアマチュアやったりとかでびっくりしましたね。まあでも一本とかも何回か外人選手から取れた時もあったんで、やっぱそういう時とかは日本で
ずっとブローズで練習してきたこととかが間違ってないなっていうのは感じましたね。ナイス、ナイス。You got it. You a fast motherfucker. You got it. Thank you, brother. If he would have switched to the new school, he would have had you, man. It was tight. I was going to tap it with fuck. No, I saw it was tight, but yeah. Let's get it. 1, 2, 3, team! Team! まあ格闘技のテクニックはもちろんそうなんですけど、やっぱなんかその外国人とか他の人ともそうなんですけど、1ヶ月間違う人と違う家で共同生活っていうのがしたことなかったんで、やっぱそこで得たなんか信頼関係とかそういう絆みたいなのを一番まあでもなんか感じましたね、得れたなっていうのは。まあ、みんなもいつでも帰ってきてくれっていう温かい言葉をみんな言ってくれたんで、まあ、やっぱほんで戻ってくるって約束もしたんで、まあ、絶対戻りたいですね。すごいあっという間っていうか、まあ、もっと痛かったなっていうのがすごいあります。やっぱこれで行って終わったから終わりじゃなくて、これがやっぱ始まりだと思うんで、自分の中でこっから本当せっかく行かしてもらったんで、そのこれを生かして世界で通用するぞっていうのを本当にちゃんと見せていきたいですね。アメリカの練習もそうだったんですけど、やっぱ小泉君からこう得るものもすごいあったんで、本当に助かりましたね。やっぱ小泉君が頑張ってると自分ももっと頑張ろうと思いますし、いい仲間ができたなっていうのは思います。いや、もう試合やったらワンで会いたいなっていうのはあります。一緒に大きい大会で会いたいですね。ありがとうございます。頑張ろう。